このめんつゆをレッスンした後は、和食で自分が自信がないメニュー、例えば肉じゃが、ひじき、きんぴら、それからいろんな和食の味、醤油味ですね、そういうものがちょっと決まりにくい、私ちょっとどうかなっていう時は、このめんつゆを加えていただいたら、これを少し加えることで味が決まってくるようになります。なぜかというと、きちっとした原材料を入れているからなんです。あとは少しお砂糖が足りないな、それからお醤油ももう少しかなっていうところで調整していくことで味が決まってくるようになります。要するに、料理がまだ不安定で苦手でどうしようかなっていう時に、このめんつゆが1本あることで味を整えるという作業ができるようになってきます。その点でもとても勉強になるメニューです。このレッスンで自分がめんつゆを作れるようになったら、ずっと作り続けていただきたいんですね。このめんつゆは添加物ももちろん入っていませんし、自分で作ったっていうことで味が格段と違ってくることが、作った時点で分かってくるようになると思います。それではこれからめんつゆのレッスンをしていくわけなんですけれども、なぜこのめんつゆのレッスンを取り上げているかということをお話ししていきます。他のレシピも読むことができるようになります。砂糖、醤油、みりん、あれはめんつゆで作った時のあれが入ってるからこんな味なんだなっていう想像ができるようになってくるわけです。この成り立ちがわからないままやっていくと、一つのメニューを覚えても次に発展させることはできにくくなります。できないとは言わないんですけれども、何が入っててどうなってるかっていうことが分かってることの方、分かってることで、めんつゆという題材を使って計量の仕方、だしの取り方、そして本来のだし、めんつゆの作り方、そしてバリエーションを広げていくアレンジメニュー、これを網羅したレッスンになっていきます。